播磨平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また光喜も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。その最中、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀人団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。なあ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか。信長。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。利光殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずに勇めておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず、この気配は。ったく。危ねえ。三太夫。怒るなよ。黙れ。よくも分かる。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ、あんたぞ。
桃地は雨乞山城にこもっているようだ。行くぞ伊賀人の。承知した。テレンテクだ、侮ってはない。敵の急襲には気をつけねえ。者ども、出撃の支度を急げ。俺の刃から逃れられると思うな。よう、のこのこお出ましか。ちょっと俺とは遊んでくれよ。消えたか。嘘に奴を追わねば。平門返してみろ。そーら、お兄さんこちら。開門。三代よね、我らを誘引し何を企んでおる。全て壊そう。出撃準備を急げ。承知した。開門。伊賀人など恐るるに足りぬ。桃地、逃しはしない。敵襲か。我らの邪魔立てはさせぬぞ。見えた。返してみる。ような真似はさせない。砦では制圧した。ならば次だ。援軍を呼び込み。承知。体勢を盤石にしよう。後ろを動かせ。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。後ろを動かせ。受けてみよう。甘いわ。敵将、始末いたした。聞かせていただこう。この砦は我らがいただいた。お見事にござった。隙を見せたな。甘いわ。この程度戦果とは呼べぬゆえ。どりゃせいや。隙を見せたな。任せろ。承知した。俺の刃から逃れられると思うな。明智が来たぞ。みんな一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。この桃地の入れ知恵か。返してみろ。すくんではいられないというのに。火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。我ら徳川火星に参りました。まずは丸山城の制圧から。行くぞ平八。開門。家康殿自ら出陣と。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか。若、こうなった以上、三太夫の毒牙よりお守りせねばなるだい。敗北条件変更。見えた。開門。
ず俺がこの手で。皆さらに進軍せよ。開門。せっかちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。し、徳川だ。一度に栄養飲まされてまだこれ剣道を渡してやらねえとな。すべて壊そう。セナの敵、この地で撃たん。みんな奮戦せよ。まず承知した。他も家計を仕掛けるか。なんとか防がねば。あまり全て壊そう。遅くなりました光秀様。これより加勢いたします。返してみろ。ほら、早くここまで来てみろよ。任され。承知。そりゃ甘いわ。そりゃせいや。そりゃ攻撃はやんだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました光秀様。我らも共に戦います。今だ！かかれ！せっ、そろ、せっ、無事を受けて。挟み撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。信長、いつでも俺の思考を見通す。承知していたのか。だが俺はどうだ。信長の胸中を、ただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。無双の刃、全ては破壊のために。出番だ野郎ども。明智を袋のネズミにしてやれ。全て壊そう。やつら増援を指揮した。面倒ごとになる前に倒す必要が。承知した。あるか。これで先に進めよう。任されよ。任せろ。任されよ。承知。隙を見せたら。なかなかしぶといじゃない。隙を見せたら甘いよ。ならここいらで新顔のお寺に拝見と言って。だってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえからな。開門。隙を受けて。そりゃ果てよ。承知した。バカ野郎か。いつき無事だったのか。任され。承知。しかしなぜ桃地のもとへ。俺は織田を、信長を倒す。父を殺したあいつは、俺は許さねえ。劇場に駆られやがって。そりゃ目覚ませ。見つけ。狙うは家康の首。みんな出撃に備えよ。無事を浮かせ。やつら何を企んでおる。殿を炎で苦しめるとはなんと姑息な。桃地、気を見せ。様は断じて許せぬ。誰が織田に戻るもんかい。さあ、俺はもう決めたんだからな。三月、まだ迷いがあるのか。開門。
承知。美月、承知した。お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込む。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的を目で壊そう。あばめる者か。任されよ。承知。叶う相手ではなかったか。ごめん。邪魔だ。ほふってくれるわ。せっ、うがち抜く。中のお命奪わせはせぬわ。明智は勢いを増している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。おお、やるではないか。甘いわ。任せ。承知した。ここまでたどり着いた褒美をやる。感動に打ち震えるがいいさ。しかのすけ、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。惑うな。切り捨てろ。壊そう。光秀、お前に泣く権利があるもんか。来たいのは見捨てられた俺の方だ。信長と歩む道の先を少しでも疑わなければ、鹿之助の死に惑わずに済んだのだろうか。いや、これも全て俺が甘さを捨てきれなかったがゆえ。やはり承知。あなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。かいわいわ。虫をうがて。任せ。承知した。非常に徹しきれねえやつが。無理すんな。ああ、生倉刀の光秀さんよ。なまった刃を再び研いでみせる。桃地、貴様を倒した後にな。打ち死に。お見事にござった。歩み先にあるの希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えとけよ。打ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ美月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。
では、俺は主の元へ戻ります。カズウジも、ミツキを案じているようだな。古き仲だ。無理もあるまい。そうか？俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね。引き続き警戒は怠れないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光。俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。